どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆきです。さあ、本日も怪談やっていきたいと思います。本日なんですが、少し前に、怪談でですね、僕の実体験というか、うなり声が聞こえた後、僕自身だったり、僕の家族にちょっと良くないことが起こるというね、お話をしたと。で、それがちょっとね、守護霊からそういうのがあるよ、気をつけろっていう、なんかこう暗示なんじゃないかな、なんていうね、お話をさせていただきました。で、今回、久々のそのお告げというか、実は2022年、3回ほどその場面がございました。というのも、最初は本当に耳鳴りがすごいなって思ってたんです。一番最初。で、その後ですね、僕今流行りのね、あれの濃厚接触者になったんですよ。もうね、がっつり、症状は出てないけど、そっからこう、なんていうんだ、飛沫感染するよっていう率が一番高い2日間のうちの1日をご飯一緒に食べてたと。これ一発。で、二発目、夏にですね、2022年の夏、8月に、もう一度濃厚接触者になりまして、その時も耳鳴りすげえなと。これも偶然じゃないかと。で、年末、2022年の12月の後半、もう年の瀬で、大晦日元日は毎年、動画自体は上がるけど、お休みをしていたので、まあそれまでにある程度こう編集をしておこうということで、動画をね、取りだめてストックをしていたんですよ。で、編集してて、ずっともう右耳の耳鳴りがすごくって、すげえな、疲れて、まあ疲れてんだろうな、みたいな。それこそ1日ね、20時間とか平気でね、編集しちゃったりとかもするので、それか、みたいなのを思ってたら、これやばいかもしれない。で、実家に連絡をしたところ、おかんがちょっと咳が出てると。で、PCR 検査を受けた結果、陽のせいだったわけです。で、危ねえと。耳鳴りって、要はうなり声だったんじゃないかなと。で、そのことに気づいてからは、あ、そういえば、8月もそうだった、2月もそうだったっていうところから、ちょっと紐付けしていった結果なんですけど、結果として僕守られてるんですよ。濃厚接触してるけど、感染はしてない。で、どっかのタイミングでなっててもおかしくないよなっていうところではあるんですよ。すげえ奇跡と思って、それこそね、本当に守護霊が守ってくれてるんじゃないかなっていうぐらい不思議なことに。2022年を乗り切ったと。なので、このくだりがもしかしたらまたね、あるかもしれないと。そういうね、僕の守護霊にまつわるお話でした。もしかしたらね、皆さんの周りでもそういうなんか不思議なね、こととかが起きてるかもしれません。もしね、よかったらコメント欄ですね、そういう情報など書いていただけたらなと思っております。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。